人はそれで命を失うべきではないけれど、そういう危険があるからこそ、それに対するトレーニングだったり、コミュニティの形成だったりあるし、悪いものがなければいい世界かっていうわけじゃないから、だからある程度の限界とか、自然に対する畏怖の思いだとか恐怖っていうのはあった方がいいと思う。ソーホールに通い始めた時に、一緒に撮影し合って攻めまくってた友達がいたんだけど、まあライアンっていうんだけど、ジャクソンのブレイクネックっていうポイントがあって、でもう完璧なライン取りで入ってって、俺その次上から見てたんだよね。それで2ターン目3ターン目ぐらいで落ちたと思って、それはちょっと嫌な瞬間だったけど、でも本当助かってよかった。やばい、クレイジーがかっこいいで追い求めてきて、けど本当にそのレベルがもう煮詰まってきた時、本当に死ねる確率の高い場所に突っ込んでいっちゃってることってやっぱりあるじゃん。なぜ危険なリスクを負うのかとか、負うだけのものがあるのかとか、そこの線引きとかむずいなとは思う。やっぱ一番もう全力ぶつけて、もう頭も使って最高にこう満足感とか達成感とか幸福みたいなの感じられるの一番はスノーボードかなって思うから。まあそれは諦めずに回避し続けていきたいですよね。まあどうあがいても人間はちっぽけで小さな存在だからね、自然では。